Video Diary January the 2nd, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan ビデオ日誌2018年1月2日林博史です。おはようございます。実はですね、これから12月30日頃からですね、だらしない生活イコールだらしない食生活をしまして、今朝体重計に乗りましたら、なんとそれ以前よりもですね 1.6 キロから 1.8 キロも太っていました。2キロというとですね、あの大きいペットボトル1本分の重さと同じなんですよね。ですから改めて自分の体をですね、上から下へ眺めてみてですね、どこに肉がついたんだろうと、まあゾッとしたというよりも軽い絶望感を覚えましたね。まあどうやったらっていうか、そのテーマというのはですね、私の体質なんでしょうけども、すぐこのリバウンドしちゃうんですよ。でそれが怖いから注意してるんですけども、少しだらしない生活をするとパッとこうリバウンドしちゃうんですよね。ですから今日は決めました。食事を減らす、運動をしっかりとする。まあ、減らすといってもですね、まあ、特に31日から昨日1日にかけてですね、おせち料理というのをね、今年は近くのショッピングセンターで頼んだんですよ。でいろんな、ね、種類がいっぱい入ってまして、それはそれで楽しいと言いますか、結構おいしかったもんですから、まあ、今台所行き来する間にですね、見つけてはパクッ、見つけてはパクッとやっていたわけです。その結果が、まあ、1.8 キロという数字になって出てきたわけですよね。まあ、1.6 キロ、まあ、その辺です。でそのダイエットで私すぐ感じると言いますかね、その連想するのが、あのホテル、あれは旅館でね、食べるバイキング料理なんですよ。で私ね、実はね、もう去年の3月3日にですね、京都行った時に、ホテルに泊まった時にバイキング料理でしてね、それを最後にバイキング料理が出る旅館ホテルには泊まらないようにしてるんですよね。あるいは泊まるとしてもですね、まあ、夕食抜きといいますかね、朝食のみのコースで泊まれるように、まあ、泊まれるところを選んで泊まっているわけですけども、なぜバイキングが嫌いかというとですね、ブラ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 っとこう卑しい根性が生まれてくるんですね。まあ、皆さんはそういうことないと思いますけども、私はやっぱり卑しい根性が出てくるんですよね。どういう根性かというと、食べなきゃ損だという根性なんですよ。でその2017年の3月3日、まあ、3月3日という日を覚えてるんですけどもね、その時は京都の、市内のホテルに泊まったんですけども、バイキング料理だったんですよ。でその時にカニが出たんですね。カニが、まあ、名前出していいのかな、京都の都ホテル、京都でも一級のホテルですよね。さすが一級のホテルだけありましてね、一級のカニが出たわけです。まあカニでもね、カニにもピンキリありますからね。でそれが美味しくてですね、そればかり食べてたというようなことがありまして、その時なんですよね、やはりムラ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 と起きてくるんですね。食べなきゃ損だという気持ちがね。ですからそのバイキングでその食事している間中ですね、その卑しい気持ちとの戦いがあったわけです。まあ、皆さんそんなことないと思いますけどもね、私のバイフも全然そういうことないもんですから、私だけが特別だと思います。それで、まあ、その小さな皿を持っていきますとですね、その 2,3 本ずつそのね、まあ、かがれてますか、そのコックさんが乗せてくれるんですよね。でまた行ってっていうふうに、まあ、
あんまり食べるなよってな顔してね、じろっと 見られるんですけどもね、なんかね、食べなきゃ損だと言って食べるわけですよね。ところが実際にはバイキング料理というのは食べなきゃ損ではなくて、食べたら損ねるなんですよね。体を、そこなんですよね。同じ損という字を使うわけですけども、食べなきゃ損だと思って食べる自分、そして食べたら損ねるというふうに自分にブレーキをかける自分が、2人がこう自分の中で葛藤するわけです。はい。それでまあその葛藤が嫌なんですね。で結局食べ過ぎてしまってね、部屋へ帰った途端にゲーっていうかね、そんな感じになりますし、その次の日からはですね、まあ、早速こうダイエットが始まるわけです。まあ、同時にね、当然体重も 1,2 キロポーンと上がってしまうんですよね、私の場合はね。まあ、そういうことがありまして、今日はですね、まあ、自分の弱さということをテーマにして考えてみたいと思うわけですけども、なぜそれを今日皆さんにお伝えするかというとですね、昨日からですね、近く歩いててもう行けるところにですね、U という、まあ U といえば分かってしまいますから、まあ、はっきり言いますとユニクロという、まあ、あの医療品店、医療ショッピング店があるわけですよね。もうなんて言ったらいいのかな、あのユニクロがあるんです、要するに。で去年ですね、実は私たち夫婦はですね、それを知らないでそのユニクロへで3日に行ったと思うんですけどもね、正月3日に行ったんですけども、全品半額だったんですよ。驚きましてね、え、半額だなんて言ってね、結構買いすぎてしまったような覚えがあるんですよね。そしてその時にワイフと話した会話がですね、来年も来ようねって話をしたわけです。でそのコマーシャルがですね、昨日入ってましてね、ユニクロさんのね、今年もやります、全品半額なんて書いてあるわけですよね。でその時ふっと思ったんですよね、行こうかって。でワイフに、え、またユニクロ全品半額でやるんだって、じゃあ行こうかっていうことが、行こうかという気持ちが起きたわけですよ。フラフラフラ、ムラムラムラっとね。で今日は2日でしょ、明日までその全品半額セールっていうのをやるらしいんですけどもね、その時なんですよ、私こう思ったんですよね。特に何か欲しいという衣料品ないわけですよね。あえて言うなら靴下かななんていう程度なんですよね。はい。そういう私がですね、いわゆる必要だから買いに行くという、まあ、なんて言いますか、スタンスではなくて、安いから買う、買わなきゃ損だから買うというスタンスで行くということなんですね。そのムラムラムラと起きてくるその気持ちがですね、要するにあのバイキング会場へ行ってですね、食べなきゃ損だというふうにして食べる、あの卑しい気持ちと一致したんですよね、自分の心の中で。つまり必要だから買うというような買い方ではなくて、買わなければ損だというふうにして買うわけですよね。で今頭の中ずっと探してみても、特に欲しい衣料品っていうのはないわけです。でワイフに相談すると、あなた何か買ったらいいんじゃないのって、あの何々を買ったらいいんじゃないのってことを言うわけですけども、僕いらないよってわけですよね。そこで考えてみますと、買わなければ損なのか、買ったら損なのかという、まあ何て言いますか、葛藤って言いますかね、その間で自分という人間が振り回されていることに気がついたわけです。もちろん買えば損ですよ、そうでしょ、お金が減るわけですから、ただじゃないんですからね。いくら安いからといっても、無駄なものを買っても損なわけですよね。はい。で同じその心理状態が働くわけです。そこでなぜそういう心理状態が働くかということを、今日はですね、まあ自分なりに朝ね考えまして、朝って言いますか、運動しながら、まあいつも運動しながら考えるんですけどもね、考えまして、結局私たちは情報の奴隷でしかないということですね。というのはですね、去年のって言いますか、2016年、まだ1週間前ですけども、
まあ、あの近くのショッピングセンター行きますと、もう 福袋を売ってるんですよね。あれ昔は福袋って言いますと、正月明けてからそれぞれの店がそうした 福袋を売ったわけですけども、今ではですね、年末にも福袋を売り始めるんですよね。驚きました。で、私たちはその、まあ、野菜買ったりいろんなもの買いに行ったわけですけども、いわゆる、まあ、夕食の献立の材料を一緒に買いに行ったわけですけども、ザラ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 と並んでるわけです。それは化粧品、あれは酒類、まあ、薬類、医療類って、まあ、それぞれ、まあ、そのもう福袋が並んでるわけですよね。それから食器類もありましたね、はい。まあ、今ではそんなものまで福袋で売ってるわけです。あ、そうそう、台所用品も売ってましたね。洗剤も福袋になってました。いろんなのがとにかく福袋になってるんですよ。でも私たちね、それ見ながらね、え、2000円コース、5000円コースなんてあるもんですからね、なんとなくその安いものが入ってるんじゃないのかなとかね、得するんじゃないのかなって気持ちがムラ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 と起きてくるわけですね。安い根性ですよ。まあ私だけですけどもね、そんなこと、そういう気持ちになるのはね、皆さんはそういうことはないと思います。私のワイフもありませんからね。ですから私だけが卑しい根性がムラ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 と起きてくるわけですね。で、結局まあその時はね、お金が足りないからといって買うことはなかったんですけどもね、その時にふと思ったんですよ。正月になったら買うかなとかね、正月の方がもっと安いんじゃないかなというふうに思ったわけです。まあ正月に1日2日3日だったらね、あちこちで福袋が並びますからね。ですからまあ慌てて買うことないよなんて気持ちで、自分のその卑しい気持ちにブレーキをかけて蓋をしたわけです。がしかしですね、それは一つの狙いでもあるわけですよね。ショッピングセンターの、つまりそういう情報でですね、まあなんて言いますか、ショッピングに来た人を包むわけですよね。いわゆる情報操作がなされているんじゃないのかなと思いましたね、はい。でそういう形で年末から並べておけばですね、あとはまあ正月になったらね、そのまま売れ残り的なものな、まあ、売れ残りになるわけですけどもね、その年末に売って売れなかったものは正月に売るわけですから、もうですからまあその年末福袋なんてどこにも書いてありませんからね、福袋セールなんてやってるわけですからね。でそういうのを見ると、最初に言いましたバイキングコーナーでですね、バイキングを食べる気持ち、あるいはユニクロさんでね、半額セールだから買わなければならないんだという、買わなければならないという義務感じゃないんですけどね、買わなきゃ損だというあの卑しい気持ち、そして福袋を見てですね、買わなきゃ買った方がいいんじゃないかなとかね、そういう卑しい気持ちがムラムラムラと起きてくるわけです。つまりもっと言えばですね、そこにいる私というのはふわ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 とした、ふわ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 とした、まあつかみどころのない自分ということになるわけです。つまり私であって私でない私ということになるわけですよね。私であって私でないということはですね、自分が 何かにこう誘導され、そしてその操られているという気持ちですよね。私は別にそんな食器のね、食器が必要なわけではない、そういうものは必要じゃないんだけども、5000円コース2000円コースなんて書いてあるとね、ついついどんなものが入ってるのかななんてね、興味本位で言ってますか、ムラムラムラと卑しい根性が起きてきて覗きたくなるんですよね。それで一時に私、実を言うと覗きましたよ。だけど口がしっかりと封じてありましたしね、ただ何々が入ってるというのは簡単な説明は、説明書のようなものは横に空いてありました、置いてありましたからね、これとこれとこれとこういうものが入って5000円コースとかって書いてありましたからね、頭だけでパチパチと計算していくら得かななんてね、まあ、その元々の値段は怪しいもんですけどもね、まあ、しかし損しないよなってな感じだけども、しかし必要でないものですからね、そこにふわ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 とした自分がいることを知りました。つまり自分であって自分でない自分ということですね。それがふわ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 としてるんですね。まあそれも一つのその情報操作ということになるわけですけども、そうした情報操作っていうのは現在日常的にマスコミの世界でしていることですよね。つまり、まあ、情報をどん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 流すことによって、まあ、錯覚させるわけです。少し前はですね、
家計問題ということで、朝から晩まで家計家計家計問題ということをやってましたよね。それが終わると今度はせき取りますかね、相撲界のなんて言いますか、問題をですね、朝から晩までテレビで流してましたよね。次の日も次の日も同じような問題を流してるわけです。そうしますとですね、そこで錯覚が起きてくるわけです。つまり私たちが操られているわけですけども、操られているともわからないまま、それがですね、何かしら重大事のように思えてくるわけですよね。例えば家計問題にしても、まあ、率直に言えば日本国中がですね、上を下に大騒ぎしなければならないような問題じゃないんですよね。またそんな問題で国会がですね、まあ3日4日5日1週間と空転するわけです。あの国会というところはですね、1日まあ開きますとね、2億円という国家予算が使われるわけですよね。都学館やれば20億円ですからね。その20億円もかけて論じ合わなきゃならないような国政の問題でもないような気がしたわけですけどもね。と同時に今度はマスコミですよね。開けてもくれても相撲界の問題ですよね。はあ、そんな大切な問題なのかなというふうに私は思ったわけですけどもね。何かしらのこう人々がですね、私たち日本人がですね、何でもない些細な問題とは言い切れませんけども、まあどちらかというと小さな問題に極小化された問題をですね、古代化して騒いでいるだけじゃないのかなという感じは私は持っています。つまりそういう形で私たちはですね、まあ、何かしらのこう自分であって自分でない、ふわ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 とした自分になっていくということですね。つまり、まあ、そこにね、何かしら、まあ、そういうふうにマスコミがですね、私たちを誘導しているとは、意図的に誘導しているとは思いません。私たちの興味のある世界分野についてね、まあ、いわゆるコマーシャル視聴率という問題と絡んできますからね、提供しているだけなのかもしれませんけども、そうした問題をって言いますかね、垣間聞いているか垣間見ているとですね、自分であって自分でない自分がそこにいるのを感じます。まあ、端的に言えば、先ほどからふわ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 とした私という言葉を使ってますけども、自分であって自分でないふわ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 とした気持ちになるわけですよね。つまりそうしたふわ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 した自分になりますとですね、要するに物事の K10、 つまり重要な問題なのかそうでないのかという判断ができなくなってしまうんですよね。そして振り返ってみると、なんであんな問題であんな大騒ぎしたんだろうというような、もっと言えば時間を無駄にしたんだろうというような部分で、なんて言いますか、操られていたなというふうに思ってしまうわけです。まあ、前もって言ってきますけどもね、その錯覚の第一はですね、いわゆるまあ知識情報というのはですね、知恵とは関係ないということです。人間の賢さとは無縁の問題だということですね。ここを私たちはしっかりと見据えておく必要があるんじゃないかと思います。確かに人間はですね、利口になりました。知識はもう情報の洪水の中でね、もう頭の中がいっぱいになるほど入ってるわけです。ですから新しい知識を詰め込めば詰め込むほど、まあ脳のその脳そのものにキャパシティでもありますからね。まあコンピューターでいうとメモリーカードのようなもんですからね、64ギガビットのバイトのか、あのメモリーカードそれ以上詰め込めばですね、先に、まあそんなことありませんけども、入った情報が消されていくということですね、押し出し的にね。ですからまあキャパシティがありますから、どん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 情報が入ってきますけども、いつもその情報の量というのは一定化するわけですよ。絶対にそのどん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 蓄積されて、どん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 無限に利口になっていくという、利口というかね、利口ですよね、になっていくということではないんですよね。そういうことと賢さとはこれ全く別物だということです。人間が賢さ、私たちは 何をもって賢いかと言いますと、やはり考えて自分を自分で見つめて、そしてしっかりと自分を掴んで、そして自分で考えて行動して判断して、そして責任を取るという部分で賢さというのは決まっていくわけですよね。ですからまあ知識といわゆる情報量、知恵というのは
まあ、これは あくまでも、まあ、まとめて言うならば情報ということになるわけですけども、その情報に振り回されていると何が大切で何が大切でないかということが分からなくなるわけですよね。それはそういうもんだと思います。つまりどうでもいい問題をですね、ことさら大げさに騒いでみたり、その大げさに騒ぐ部分でどん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 巨大化してですね、大げさがさらに大げさになって、まるでね、日本国全体の重大事であるかのように騒いでしまうということです。そういう判断ができなくなってくるんですよね。がそれだけでは済まないんですよ。要するにそこで誘導、まあ、誘導する側にしてもですね、意図的意識的に誘導しているという部分はないのかもしれませんけども、結果として見ると誘導されてしまって、結局はまあ少し厳しい言葉を使いますけども、洗脳化されるということですね。まあ、そうなりますと、まあ、洗脳化されるということになりますと、本当に自分の能力と時間、時間イコール命ですからね、それを無駄にするということになっていくわけですが、それだけではないんですよね。その誘導する側のね、その、まあ、マスコミならマスコミでいいわけですけども、そういう番組を制作しディレクトする人たちがそれなりの人格者であればいいんですけども、実際にはそうでないですね。実際に会って話してみると、え、こんな人がと思うような人がそうした番組をプロデュースしたり、そういう番組に出て、まあ一応文化人っぽく話している場面によく出会います。みんながみんなではないんですけどもね、イコール、まあ、現在に見るはっきり言えば軽薄文化、低俗文化というものが主流になってきているということですね。まさに軽薄、低俗化しているわけですけども、そういう中で重要性の判断力が鈍ってくる。つまり洪水、情報の洪水に溺れれば溺れるほど、人間は同時に賢さを見失っていくということですね。まあ、それが国会の問題であり、週刊誌の問題であれですね。特に週刊誌、まあ、時々ね、あの床屋さんなんか行くと週刊誌がずらっと並んでますから、まあ、特に私、あの女性の週刊誌というのは一体何かというふうに疑問に思っています。もうゴシップ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 、芸能人タレントのゴシップゴシップ、これまたゴシップゴシップね、天皇家のゴシップゴシップ、あんな記事を書いてる人、読んで書いてる人も書いてる人ですけども、読んで何になるんでしょうかね。全く無意味、全く逆に言いますと全くああいう世界知らなくても何にも困りませんよ。しかしああいう記事を面白おかしく読む人がいる、そこには判断力がない、賢さがない、つまり情報の洪水の中で振り回されているだけ、イコール自分の能力そして時間を無駄にしているということになるのではないでしょうか。時間の無駄イコール命の無駄ということですね。そこで重要なのがやはり私はバランス感覚だと思いますね。バランス感覚、それはですね、まあ、子供の世界を見ているとよくわかるんですけども、いろんなものを物事を同時に考えるときにですね、まあこれ大切な問題、大切でない問題をですね、より分けながら自分でバランスを取りながら、大切な問題、重要な問題に、まあ、集中的に時間をかけ、そうでない問題については切り捨てていくというようなバランス感覚ですよね。そしてもう一つバランス感覚で重要なのはですね、常に中性といいますかね、極端な世界に入り込まないということです。いわゆる、まあ、極端化しないということですね。常にこう自分というものを平静に冷静に見つめて、そのバランスを保ちながら物事を考えていくということですね。例えば極端化しますとね、例えばあんな国核兵器かなんかで全部ぶつぶしやればいいとかね、そういうその物の考え方が極端化してくるわけですよね。極あのバランス感覚がなくなってきますと。ですからバランス感覚といっても、まあ、2つの種類があるということですね。要するに大切な問題とそうでないものを考えながらバランスを取っていくという部分と、物事を極端にものを考えないと、例えば弱者の立場でものを考える、強者の立場でものを考えるというように、常に自分というものをですね、中性、中の正、正しいという字を書くわけですけどね、ブッダが説いたように中性な世界でものを考えていく、そのバランス感覚というのは結局は必要ではないかなと思うんですよ。
それがないとですね、例えば、まあ、その家計問題がね、まあ、私本当のこと言うと家計問題って何だかよく知らない、分からないんですよ。あれほど国会で騒いでましたけども、ほとんどそういう見なかったせいもあるんですけどもね、何かしらいろんな問題がありましたけどもね、あったというか、本当にちょっとねテレビをひねるとスイッチオンにするとね、家計家計家計わちゃ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 家計家計家計って言ってね、国会を言う国会を、まあ、ひっくり返しようにし議論してましたけども、はあ、1日2億円の費用を使ってね論じなければならないような問題かなというふうに思いましたけどもね、まあいいんですけども。で今度は先週あたりはね、関取のなんか知りませんけども問題ですよ。ああでもないこうでもないって、マスコミが、まあ、まるでその天下国家の第一大事のように論じてましたね。それらしい識者なる人たちが出てきて、まあ、それらしいことを言っているような雰囲気だったけども、私未だに何が何だったかさっぱり分かりませんね。要するに、まあ、その辺で私のいわゆる、まあ、バランス感覚が働いたんだと思います。どうでもいい問題じゃないのかなって、そんな問題は適当に論じて忘れればいいんじゃないの、まあ、もちろんね法的な問題があるならばそれは今度は法的な問題として処理すべきことですけどもね、まあ、そうしたそのバランス感覚がないと物事の物の考え方が極端化するということですよね、まあ、それが私が言う、先ほど言いましたいわゆる、まあ、賢さ、人間の賢さにつながってくるんじゃないのかなと思います。賢い人は自分というものをしっかり持ってますね。つまり最初に申し上げました言葉ですけども、ふわふわさがなくなるということです。ふわふわさがなくなるということですね。いわゆる私を自分自身をしっかりと掴んでいるということですよね。つまりその賢さとは 何によって決まるかと言いますと、自分らしさっていうんじゃないのかな、自分をしっかりと掴んで生きるということにつながってくるわけです。がしかしそれはとても大切なことのように思いますね。動じない自分、私は私なんだ、そして私は私の我が道を行くんだ、それが私ということになるわけですが、残念ながら私は本当に卑しい人間なんですよね。いつもふわ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 してる感じがしますね。はい、バイキング会場行くとですね、食べなきゃ損だという気持ちがね、ムラ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 と起きてくるんですよ。ですからもうね、その去年の3月3日に食べたあの京都のね都ホテルで食べた、まあバイキング料理が最後、もう二度と来ねえぞなんてね、自分に心に誓いまして、まあ以後一回も、まあほとんどね、まあと言いますか、まあホテル旅館泊まってもですね、素泊まりにして、まあ近くのね店で軽く食べてっていうふうに、まあ予算の関係もありますからね、そのようにして過ごしています。ともかくもそういう感じで、まあその自分の中の卑しさと戦っているわけですよね。そして年末のあの福袋、あのふわふわした気持ち嫌ですね。そして1月1日昨日ですけども、広告が入ってましてね、ユニクロさんの今年もやります半額セールなんて見るとね、必要だから欲しいんじゃなくて必要だから買いに行くっていうんであれば、それはそれなりにまだ救われるわけですけども、下手にねそんな日に行けばですよ、あれもこれも買わなくていいものをどっさり買い込んでですね、そしてまあただじゃないんですからね、お金を払うわけですから、まあ、損をするということはないにしてもですね、しかし買わなきゃならない、まあ、必要なものを買うということはやはり無駄なものを買う、それはちょうどバイキングでですね、食べなきゃ損だ、しかし食べたら損ねるという部分の損ねる部分につながるんじゃないでしょうか。で私はね、多分皆さんそういうこと、まあ皆さんそういうことないと思いますよ、私だけの問題ですけどもね、ふわ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 とした自分をそこに感じるわけです。しかしそれは私ではないわけですよね。私は私で生きる、自分で生きるということですよね。例えばこうした動画を作っているとですね、嫌味たっぷりに、まあ一見なんていうかな、褒めてるようだけども、インギンプレイに私をその攻撃してくる人がいますよね。はい、でそういうその人にかまけているとですね、自分という人間がふわ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 としてきてしまうわけです。ね、例えば私の場合はとにかく、まあ、動画を発表してるわけですけども、数字というものはほとんど見てません。ただ、
気になるのはですね、一つだけ気になるのはやはり、まあ、今朝もねそれちょっと眺めてえというふうに考えたわけですけども、先ほどちょっと調べてみましたらですね、この1ヶ月間で約500万分分皆さんに視聴していただいたそうです。500万分です、分に計算しますとね。でそれをね、私ね暇なもんですから60で割ってさらに24で割ってみましたらですね、数字が出てきまして約3500日という数字が出てきました。これはどういう数字かというとですね、1ヶ月に、この1ヶ月に私がですね皆さんからいただいた時間が500万分です。でそれを日にちに換算しますと3500日なんですよね。で1年は365日ですから、約この1ヶ月で皆さんの10年分、皆さんって一人一人じゃなくてね、合わせてみるとですね10年分のその時間をいただいたってことになるわけです。見ていただいたってことになるわけですよね。それは私にとっては大変重い意味があるわけです。それだけ責任重大なんだぞ。林いる所前は皆さんからね、見てくださってる方から10年分の命を奪ってるって意識がないにしてもですよ。まあ奪ってるって意識あるんですね、実はね。奪ってるんだぞというようなすごい重いものを感じるわけです。あとの数字はですね、ほとんど意味のない数字ばかりですからね。ああそんなものかなと思って見てほいで終わるわけですけども、その視聴時間というのは気になるわけですよね。つまりそれが私にとっては重い時間になるわけです。重い時間になるわけですね。なぜ他のその例えばそのアクセス回数であるとかね、そういったものはなぜ気にしないかというと、ああいうものを気にしているとですね、そこにふわ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 とした自分が浮かび上がってくるからなんですよね。例えば動画のテーマを選ぶときにもですね、あ、こういうテーマを選べばみんなもっと多くの人が見てくれるのかなんていうふうに思いますとね、そんなことはまさにテレビ局のやっている視聴率の問題と同じになってくるでしょ。自分がそういう世界を批判しながら、自分が何のことはないそんなことを始めたら、まさにミイラ取りがミイラになるような感じになってしまいますからね。やってはいけないことなんですよ。まあ、それはブレーキをかけています、自分に。まあ、ブレーキをかけるまでもなく、もう気にしないというか見ないんですけどもね。しかし、まあ、先ほどね計算してみましたら3500日分という数字が出てきたときにはやはりずしんと重いものを感じましたね。しかしそれは実は私自身なんですよね。いろんな数字が YouTube の場合は統計的に表現されていますけども、私がですね、私自身を私として自覚する時間帯、時間というか数字というのは、その皆さんからいただいている、もっと言えば皆さんから奪っている時間なんですよね。それは大変なことなんですよね。1ヶ月って例えば1人の人が、まあ、例えばですよ、3500日分見てくれる、見たとしたらですね、いうふうに10年分の人生を私が奪ったことになりますからね。3ヶ月って30年分ですからね。5ヶ月やれば50年分、つまりその人の命そのものをですね奪ったに匹敵するほどの責任というのがドーンとくるわけです。それは私自身の私という部分の私なんですよね。だからその滞在時間というのは前にも言いましたけども、滞在時間といいますかね、視聴時間ですよねは気になります。ですからそれだけはね、一番ちょうどね、それもやっぱり YouTube もよく知ってるんでしょうね。一番最初に表示されるのがそれなんですよ、左の上にね。ですからそこだけ見て、まあこんなに見てくださってるんだなとかね、まあ、例えば滞在時間というのは大体、まあ現在私の動画っていうのは平均20分なんですよ。 YouTube の世界にあったら大変稀なことだそうですね。平均2、3分だそうです。私の動画の場合は皆さんがですね平均20分見てくださってるんですよね。それはちょっと見てポイの人も含めて平均で出しますと20分ですから、大変意味のある、まあ統計ということになるわけですけども、それだけに責任を重く感じるという意味でズシンとくるわけです。このズシン感というのはちょうど先ほどから論文できましたふわふわ感とは逆のものなんですよね。
他の数字はみんなふわふわ感を保つような数字ですから、私であって私でない部分ということになるわけです。つまりそのふわふわ感というものを今日はですね、一日戦ってみようと。もっと言うとですね、具体的に言いますと、私はあちこちのショッピングセンター店でですね、福袋セールなるものをやっているようですけども、必要なものは買いに行く。例えばこれからこのアップロード終わったらですね、近くのショッピングセンター行って買い物はします。それはあの小鳥のね、餌がなくなりましたので、その小鳥の餌を買いに行こうということはワイフとね、先ほどこの書斎に入る前に話しました。それは必要なものですからね。しかし私は心に決めましたよ。福袋には手をつけない、見ない、無視する。つまりそうしたふわふわとした自分と戦うためにそうする。バイキング行ってね、コーンフレークとサラダだけ食べて帰る。まあそんなことできませんけどもね、カニがずらっと並んでればどうしてもカニに手を出してしまいますからね。ははは、やしいやしい私がいるんですよ。しかしそういうものをね、えぐり出されないように、えぐり出されないようにということは、まあ、まさしく洗脳ですよね、あれはね。まあまさしくこの洗脳されてるわけですけども、もう年末から福袋福袋なんかこう買わなきゃ損だぞっていう雰囲気でね、もう飾り立てしてありますから。しかしそういうものには動じない、つまりはふわふわしない自分っていうものを今日一日追求してみたいと思います。まあ、どんな自分がですね、心的心理的な反応を示すか、まあ、この後ねショッピングセンター行って鳥の餌を買ってきますけども、自分の心をですね、静かに冷静に見ながら判断してみたいなと思います。自分の心をですね、冷静に観察して、ふわふわ感が起きたら、それは私ではないんだぞ、私はそうじゃないんだぞ、私は私自身の上に乗って私自身の人生を生きるんだぞ、それが結局は私の時間を大切にするということにつながり、私の命を大切にすることにつながるんだぞ。まあそんなふうにね、言い聞かせていかなければならないところに 私自身の弱さがあるわけですけどもね、まあ皆さんはそういうことはないと思いますね。デンとなさっていらっしゃると思います。私のワイフのようにね、あの人本当にね、そういうことには全く動じない人なんですよ。本当にね、バイキングってやってね、本当に何も食べないんですよね。もったいないなと思うぐらい、私がそばで見ていて、コーンフレークにねミルクかけて、あと野菜だけ食べて出てきますからね。あれ食べない、あれ美味しそうだよと言っても食べない人なんですよね。はい、まあいいんですけどもね。ですからそういうふうにふわふわして卑しい根性を持っているのは私だけですけども、皆さんはそうでないと思いますけども、まあ中に私に似た人もいるかもしれませんよ。結構ね、あのバイキング行くともう山盛りに持って食べてる人いますからね。そういう人を見ると変にああいうところでは安心するんですけどもね、ああ私だけではないんだなんてね。まあいいんですけど、そういう話やめましょう。そういうことで今日はですね、なんて言いますか、最初にね、この正月2日か3日の間にね、年末からなんとね、まあ四捨五入すると2キロ体重オーバーです。まあ本当にびっくりしましたね、私ね。ですからまあはあダメですね、意識が弱いですね。リバウンドし始めますから、今日も運動しっかりやって、まあ、アップロードしながら運動して、それからまたはい、ということも考えています。それからふわふわを ふわふわしない人生、それが結局は冒頭の、まあ、なんて言いますか、テーマって言いますかね、題にしようと思ってますけども、自分の人生を生きるということにつながってくるのではないでしょうか。そして、まあ、ついでに言えばですね、ついでに言えば私たちは情報の洪水の中で、情報の奴隷として情報の奴隷になっているのではないかということです。洗脳されてですね、そしてまあ軽重の判断ができなくなってきている、あるいはまあなんて言いますかね、その結果としてより軽薄に、より低俗になっているのではないのかなと思って、まあ、心配しています。まあ、これは私の勝手な心配ですけどもね、まあ、皆さんはそうでないと思いますけども、私自身は何かしらね、自分の低劣な部分が、そうした軽薄番組、継続化番組を見てるとですね、確かに面白いです。面白いですけども、自分が一生懸命隠しておこうと思う部分、
押さえておこう、おこうと部分がですね、えぐり出されるようで嫌な感じがしますね。それはバイキング料理、それから福袋、あるいはね、まあユニクロさんには悪いんですけども、半額セールというものに一脈通じているのではないのかなと思いますね。まあ結論ですけども、私は私として自分をしっかりと見つめて、自分というものをしっかりと掴んで、今日一日過ごしてみたいと思います。試しにこの後と言いますかね、動画のアップロードが済んだら近くのショッピングセンターに行って鳥の餌だけを買ってきます。まあ、あとね、兄さん何かしらワイフがメモしているようですから、それは買うつもりでいますけども、まあ、ともかくも鳥の餌が切れましたので、まあそれに命の問題ですから、買いに行かなければなりませんから買いに行きますけども、そうしてみます。まあ心の実験をしてみます。頑張ってみます頑張ってみるんですよね。私というのはふわふわとしたやしいやしいやしい根性の持ち主です。皆さんはそういうことないと思います。では皆さん、今日は1月2日、いい一日にしましょう。バイ。